皆さんこんにちは。こんにちは。海外起業家夫婦の江藤誠也と江藤美穂です。パソコン1台で仕事、旅、地球貢献、世界を舞台に自由でクリエイティブなライフデザインをお届けする海外起業家夫婦のライフデザインチャンネル。本日のテーマはまずハッタリから始めよう、個人起業のスタートダッシュ方法です。僕たちの周りでもですね、起業したいという声はよく聞くんですよね。でも実際ですね、起業したいと言ってるにもかかわらず、1年経っても2年経っても全然ですね、現状が変わってないという方もこれまでたくさん見てきました。しかしですね、起業には本当にたくさんの魅力があります。だからこそ起業したいけどその一歩がなかなか踏み出せないという方に特にこの動画を見てほしいと思います。はい、本日の動画を見ていただくことで、起業は誰でも始められること、そしてですね、個人起業をする上で大事なハッタリという考え方を深くご理解いただけるかと思います。動画の後半では今日からすぐに始められるアクションアイテムもお伝えしていますので、ぜひ最後まで見てみてください。それではどうぞ。はい、それではですね、まずはハッタリから始めよう、個人起業のスタートダッシュ方法ということでお伝えしていきたいと思います。で、これからですね、起業したいという方が、でですね、よく聞くんですけども、こういった不安があるんですね。起業してもどれだけの収入を得られるかわからないという不安であったりとか、あとは周りの人がこう反対すると。あとは自分には、誰かにこう価値を提供できるほどのスキルがないと。自分に自信がないってことですね。あとは、起業してみたいけど何をすればいいかわからないっていうところですね。まあ、このような不安が、起業をするということ自体のハードルを作っているんです。まあ、ここでですね、まず僕がお伝えしたいことがあります。はい。それは何かということなんですけども、起業イコールハードルが高いわけではないということなんですね。これはですね、どういうことかと言いますと、起業っていうこと自体は、実は誰でもできるんですね。誰でもできます。なぜかというと、役所にですね、こう書類を提出するだけなんですね。例えば会社を作るのであれば、こう登記費用とかですね、いろいろこう書類作ったりとかしてですね、30万円ぐらいかかったりしますけども、起業するのは個人企業っていうのは本当にその1枚提出するだけなんですね。僕も学生の時にですね、起業したんですけども、その時はですね、もうその1枚書いただけなんですよ。まあ、これで起業しましたっていう、あ、これで起業できるんだっていうふうにちょっと拍子抜けした記憶があるんですけどね。まあ、つまり、起業するっていうのは本当に誰でもできるんですね。つまり、でも、これをしないと起業、そこからですね、その先がないんですよ。なので、起業の第一歩っていうのは、起業をするっていう行動をすることから始まるんです。はい。そう考えていくと、この、起業をする上で大事な考え方というところがあります。まず一つ、これ重要なんですけども、まずやってみないと何も見えてこないっていう考え方をぜひ持ってほしいんですね。こうやる前から不安になることも確かにあります。すごく気持ちはわかるんですけども、でもやってみないと本当に見えてこないってことです。で、次、これはですね、逆に言うと、やっていくうちにだんだん見えてくるってことなんですね。そうですね。はい。やっていくからこそ、徐々にこう、光が、まあ、輪郭が、鮮明になってきたりですね。だんだん見えてくるんですね。まずは進まないと、その先にあるものっていうのは見えないということですね。そして、決めるということから物事は動き出すっていうことです。まずは決めてしまう。例えば、起業をするって決めるとか、これこれをするっていうふうに決めることによって、物事、自分の周りの出来事はいろいろ動き出すんですね。なので、まず決めるってことはすごく大事です。はい。なので、先ほど、起業に対する不安というところがありました。一つ一つ見ていきましょう。起業してもですね、どれだけの収入を得られるかわからない。まあ、これはわからないです。でも、やってみないとわからないんですね。そうですね。うん、なので、起業をするってことをしていかないと、どれだけの収入が得られるかわからないのは当然なんですね。なので、これは特に不安になる必要はないってことですね。そして次が、周りの人が反対するってことなんですけど、これは、今から新しいこう挑戦をする。未知のこう分野に行くことにおいては、自分も不安なんですけど、周りの人も不安だったりするんですね。なので、これは当然の反応だったりします。じゃあ、これを起業している自分というものを作ってしまえばいいですね。もう起業するって決めて、起業のその届けで出してですね、起業している自分っていうアイデンティティ、自分自身を持っておけば、それが当たり前の状態になるので、みんな反対するっていうレベル感ではなくなるんですね。あ、この人は起業してるんだってなるだけなんで、別に反対されるってことはなくなるんですね。はい。
そして他にもあります。自分には誰かに価値を提供できるほどにスキルがないと。これはですね、本当によくこの悩みとかはいただくんですけども、でもですね、自分の価値って自分が本当に全部分かってますかってことなんですね。自分で分かるものではないってことなんですね。自分で分かるものではない。自分の価値は自分で分かるものではないってことなんです。うん、なので、他の人が、自分以上に自分の価値を高く評価してくれることは当然あるんですね。例えば、何か得意なことがあったとしても、例えば英語が得意と。でも、英語が得意な自分っていうのは当たり前なんで、英語が得意、英語ができるっていうことを価値だと思ってなかったりするんですね。そういったことが本当にあるんですね。で、自分ができないことにフォーカスしてしまうからこそ、自分には価値がないと思ってしまうってことがよくあります。なので、ここはすごく大事です。自分の価値っていうのは自分で分かれてるものではないっていう前提が大事ってことですね。そして次ですね、起業してみたいけど何をすればいいか分からないってことなんですけども、これは当然なんですね。起業をすると決めることで、そして一歩ずつ踏むことで何をすればいいかがだんだん見えてくるんです。まあそういうものなんです。なので最初から全部分かってることはないですし、進むことでどんどん道の先が見えてきます。はい。ということですね。はい、なのでこの不安というのは、当たり前にあることなんですけども、でもそれは起業をして動き出すことでどんどん解消していくっていうことをお伝えしたいと思います。その中で重要なことをお伝えしたいんですけども、こちらです。7割決めて、あとは張ったり。というところです。まあ、ここはですね、この動画で、本当にお伝えしたいところなんですけども、まずは一つ目ですね、完璧を目指さないということなんですね。完璧を目指さないということです。これはどういうことかと言いますと、本当に完璧主義、例えばこう起業するってところでもそうなんですけど、こうしっかりもう形を作って、完璧に、形を作ってから起業をするって言ってたら、起業できないんですよ。そうですね、はい。いつになるか分からないよ。おばあちゃんになっちゃう、おじいちゃん、ね。そうなんです。本当にそれで1年、2年、何も変わってないっていう方が本当に多いんですね。なので、大事なのが7割決めるっていう。大枠を決めるってことですね。大枠を決めたら、あとは動きながら考えていく。これでいいんですね。7割決めたら、あとは動きながら考える。そして次です。はったりでですね。はったりで自分のステージを強制的に上げるっていうことです。ここはですね、本当に大事な考え方なので、ぜひ、意識していただきたいんですけども、少し高いハードルなら、できると信じて、あとは動きながら、そのハードルを乗り越えていくっていうことなんですね。つまり、自分が今そこのステージには達してない。でも、少し高いそのステージ、もしかしたら登れるかもしれない。でも登れないかもしれない。でも、そういうハードルっていう、つまり、試練っていうもの、だと思うんですけど、この試練っていうのは自分が超えられるものしか来ないっていう風になってるんですね。なので、そのハードルがまず超えられるっていう風に信じて、そこのステージに、できますって言って、あとはそこまで頑張っていくっていう風にして、どんどんステージを上げていけば、すごく近道で、どんどんですね、自分のステージアップ、自分をこう、スキルを高めたりとか、人脈を作っていったりとか、次の、道筋が見えたりっていう風になってくるので、ぜひそこを、お伝えしたいと思うんですね。で、誠実にやっていたら、これは迷惑がかからないんですね。例えば、できない、今の段階では完璧にできない。でも、できるっていうことにおいて、相手に迷惑がかかってしまうんじゃないかと思うかもしれないんですけども、誠実にそれを実直に取り組んでいくっていう姿勢でやっていけば、迷惑なんてかからないんですね。なので、ぜひそこの、迷惑とかじゃなくて、そこを乗り越えることで、価値提供ができるんですから、自分が成長してどんどん、社会や人々に価値提供ができるんですから、その方が、そのリターンの方が大きいんですよ、そのリスクよりも。なので、すごく大事なところです。はい。で、ちょっとですね、事例をお伝えしていきたいと思うんですね。で、このハッタリっていうのではですね、実はですね、僕の母から聞きました。で、僕江藤聖也の母は歌手なんですね。昔はジャズシンガーで、で今はですね、いろんな多ジャンルの、歌手で、700人のですね、ホールに700人呼んで、一人でですね、コンサートやったりとか、結構ですね、今も活動的でどんどんやっててすごいなと尊敬してるんですけども、その母が言ってたのが、私の人生ではハッタリ人生なんだと。で、それがすごく良かったっていうふうに言ってるんですね。つまり、できないこと、でもちょっと頑張ればいけそうなところをできるってもう言ってしまう。もうつまりもうコミットする、決めるってことですね、やるって。そしてあとはそこにしがみついてそこまで行くっていう風にしてどんどん、大きなステージで歌えるようになってきたりとか、歌えない歌が歌えるようになったりとか、
その大きな、そこでですね、しっかり歌わないといけないというプレッシャーを乗り越えてきたっていうふうに言ってたんですね。でこれもですね、僕も、学生の時にですね、起業したんですけども、まあ、この母の精神を、まあ、ちょっと受け継いでるんですけども、まずはもう起業したと。で、その当時はですね、フリーランスのデザイナー、という形で起業したんですね。もちろんデザインはやってたんですけども、でも、そんなにこう仕事としてあんまりやったことなかったんですね。でも、まずは名刺を作ったんですね。もうデザイン、あのフリーランスデザイナーっていう形も名乗って起業してますって。でそれは、もうそしたらですね、起業してるんです。で、もうその肩書きっていうのは自分のものなんですね。なので、起業して、こんなことやってるって。いうふうにして、もういろんなですね、そういった懇親会というかですね、セミナーとかに行ってですね、いろんな人にこう配りまくって挨拶をしたんですね。そうすると、だんだんですね、あ、やってるんだ、じゃあ、頼んでいこうっていう形で、ちょっとですね、最初安い金額なんですけど、だんだんですね、それで、実績ができてくるんですね。最初は無料とかでもいいと思うんですよ。で、できてきて、実績ができていたら、あ、こんなデザインができるんだっていうふうになってくるんで、あ、じゃあ頼もうっていうふうに、どんどん事例ができてくるんですね。なので、そのようにして、こう、まずはできるって言って、そして、そこからですね、少しずつ金額っていう意味でもそうだし、スキルっていう意味でもそうだし、スキルをですね、そのハードルを超えていくということをしていけばいいということです。まあ、これが7割決める、完璧を目指さない。7割決めたら動くってことと、あとは、ハッタリっていう考え方なんですね。ハッタリって聞くと、すごくですね、なんか嘘をつくみたいな考え方に聞こえるんですけど、実はそうじゃなくて、自分がハードルをどんどん超えていって、だからこそ、社会や人々に貢献していくための原動力になるっていうことを今回お伝えしていきたいと思います。はい。やるって決めたらね、もうやっぱり何でもできますからね。うん、そうですね。はい。いかがだったでしょうか。7割決めて、まずは動く、そしてハッタリという考え方についてお伝えいたしました。完璧に考えてから動かないと迷惑がかかってしまうんじゃないかというのは、実は自分が動かない理由を作っているだけであることが多いです。7割決めて動いてしまった方が、迷惑以上の価値提供と貢献ができることをぜひ感じてほしいと思います。ということで、本日のアクションアイテムは、起業をすると誰かに言うです。こちらはですね、起業したいと思ってるんだけどというのではなくて、起業するというふうに宣言してみてください。はい、断言するっていうことが大事ですね。実践したらぜひコメント欄にアウトプットしてみてください。はい、今後もこのチャンネルでは、仕事、旅、地球貢献をテーマに様々な動画をお届けしていきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また私たちの最新情報が届く公式 LINE、 どなたでも無料で参加できるライフデザインラボというオンラインサロンも運営していますので、ぜひこの動画の概要欄からチェックしてみてください。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。